ハロー YouTube ぶっ壊す、 NHK よぶっ壊すということでですね、前回山梨県の甲府で撮った、はい、ガーシーチャンネルの話がめちゃくちゃバズってましたですね。バズって、いや、すごいんですよ、数字持ってるぞガーシー。すごいですね、僕会ったことないんですけどねもうあれからですね、はい、ガーシーチャンネルのスタンプ買っちゃいました。ラインスタンプですよ、ね、ラインスタンプ。僕ね、それをね、めちゃくちゃね、それをね、斉藤くんから漏れ聞いて、はい、実はガーシーに DM で送ったんですよ堀江さんが、いや、前回の対談で堀江さんがガーシー嫌いみたいな感じでガーシー受け取ってたんですよ。あ、いや、違うよと、堀江さんは暴露が嫌いなんだ、文春とか嫌いだから、あ、で、あの後堀江さんに、いや、僕たちめくられても大丈夫だから、うん、この後いろんなね、変なやつめくってくれた方が僕たちがいいようになるからって、まあ DM 送ったら、とにかくガーシーはめっちゃ喜んでました最近堀江さん、堀江さんってやったら、あの、ね、賛否両論に出たじゃないですか、はい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 、あれの感想をガーシーが言ってて、まあ、堀江さん違うなってやたら覚えてました。いや、でもね、もういろんな芸能人に送ってますよ、みんな受けてます。 あのラインスタンプがみんな気になってしょうがない僕あんまりね、会ったことある、会ったことあるって。ああ、でもあの後連絡してるんですよね。いや、僕はもう、このほぼ今毎日やり取りはしてるんですよ。毎日やり取りしてるんですか。あの、要は政見放送で使いたいって言ってるんですよ、映像を。何使うんですか。いや、あのね、いわゆる白田優さんが、暴露された白田優さんが今週の NHK の朝ドラに今までナレーターで出てたんですよ、声だけで。はいはいはい。これガーシー。出るんですよ、ね。で、ガーシーの暴露になってからナレーターが消えたから。あ、ナレーター消えたんですか。消えたんですよ。ところがまた復活をして、で、今週最終回の週なんですよ。へ、それに、どうも本人が出てくるんじゃないか説。なるほど、なるほど。で、だから、いやいや、さすがに。NHK 叩く派としては。そうそうそう。なんでそんな詐欺をしてるとかね。あれですね。懐かしの不倫路上カーセックス。そうです。だから不倫路上カーセックスにかけて、詐欺ですよ、賭博ですよ、反社ですよっていうのを、政権放送でやりたいわけですよ。で、そこに、ガーシーが喋ってる映像をこう入れたいと。なるほど、なるほど。そのためにこちら映像使用料がいるわけ。はいはいはい、はい。それを、やろうとしてるわけです。そう、それを使わせてくれませんかってやり取りしてて、待ってくださいみたいな話で、その中で、こういう使い方をしようとしてて、うん、で、いや、もう最初、そもそも、うん、立花お前なと、うん、まあ、堀江と一緒に乗るの悪口言っとったやろって来たから、いや、悪口ちゃうんやけどっていう。悪口は言ってないです。うん。全然そうじゃなくて、はいはいはい、ただ、ちゃんとそれは誤解が解けて、ほうほうほう。で、そんな細かいやり取りしてるんですか。要は、僕がテレビで放送する権利持ってるわけですよ。はい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 、国政政党の投資なので、だから彼の暴露を地上波で流すことによって、なるほど、権威が高まるわけです。綾野剛をも出そうとしてるわけですよ。なるほど。 TBS がすごいな。だからそれ、さすがに TBS のこの間ちょっと系列の幹部に聞いたんですよ、はいはい、綾野剛さん本当に7月から日曜劇場出すんですかって言ったら、いや、出しますよ。ガーシーのこと知らないんですかって言ったら、なんか女関係でしょって言うから、いや、女関係、女関係でも17歳の女の子と淫行疑惑ですよ。ちょっと、そうなんですかって、ちょっともう一回見ますって言って、なるほど。それでスポンサーの奪うのと思ったら大変ですよって言って、今、TBS 内はもう、カタカタな。で、立花さん本当にそれ政権放送で6月やるんですかって、それやるに決まってるじゃないですか。あ、でもあれですよね。だからガーシーに使用料払わないと。で、それを映像使うなら使用料払った方が確実なんで。はいはいはい。ただもう、この間斉藤くんとは口頭だけでやったんですよ。はいはいはい。皆さんガーシー、詳しくはガーシーチャンネル見てね。ああ。それが来月、来週の。ああ、それ出るんだ。そう、それが4月。あ、まあそれは出るんです。それはもう映像は出ないですよ。でも、そのガーシーさんと契約すると、その映像が。映像まで使える。ガーシーチャンネルのそのものが政権放送。そのまま政権放送。NHK で流れる。NHK で流れる。それすごい。それは、その凄さをガーシーはすごい警戒してるから、電話とかもしてないですもんね。あのツイッターの DM やるかもしれない。どこにいるか分かんない。あ、それは僕は絶対海外だと思うんです。本人はもちろん国内に日本にいるって言ってるんですけど、この間ワンオークのタカさんが、うん、入ってきたライブがあったんですよ、うん、インスタライブに、うん、それ夜中の3時ぐらいに、うん、なんか
救急車っていうか緊急自動車の音が入ってるんですよ、はいはいはい、それどう考えても日本の音じゃないですか。ワンオクのタカが入ってきて、ワンオクのタカさんがコメントで入ってきてて結構神回になった、うん、彼 YouTube では暴露せずにインスタライブでは結構フラットな生活の生活とかなんかすごい、ね、やってるんですよ。そこにワンオクのタカさんが来てやってる時に、うん、なんかサイレンが鳴った、聞いたことないサイレンなんですよ。救急車でも日本のパトカーでも救急車でも消防車でもない音 で、 なるほど。でこれはやっぱ海外じゃないかと。なんか銀行の送金方法とかも、はい、これどこまで言っているか、まあまあ、あえて言うとだから僕はだから使用料払いたいと言ってるだけなんで、向こうとしたら何もしなくていいわけじゃないですか、まあ、そうだ今出てるやつを勝手に使うだけなんで、それは僕は気を使って外国でも国内でもいいから口座教えてくれたらすぐ振り込みよって言ったんですけど、暗号通貨でくれた。なるほど。まあ多分相当やっぱりでもあれだけやってるから警戒してる、警戒してるんじゃないですか、うん、その警戒は逆にすごくて、それを否定してるとかじゃなくて、はいはい、このままだから暴露止まらないんですよ。ああなるほど。外国にいるから警察は当然行けない し、 ないし、仮に殺傷罪、日本の裁判って一応公示送達で外国に行ってもできるんですけど、はいはいはい、裁判に勝っても差し押さえられないですよ。あ、西村博之だ。ああ、博之だ。彼のように、外国に逃げて、そっちに、なるほどね。お金置いとくと、だから。あれでも、博之のあの、非道もみんな、忘れてますよね。忘れてる。10年超えて、時効になってるから、博之君が4億踏み倒したっていうのは、だって、あれひどいよ。ひどい。僕は、あれ、彼、謝ってないでしょ、しかも。謝ってないですよ。そう。だからあの2チャンネルによって傷つけられた人って山ほどいるのに、俺もそう、彼がその2チャンネルで傷つけた人たちを削除もしてないですから、だからまあうまくやってるしか思わないですけどね。そうです。若い人たちは知らないんですよ、西村ひどい、ひどい、ひどい、まさに4億円ですよ踏み倒してるのすごいよね。それはまあ事実だから、ね、事実、4億踏み倒して、別にお金踏み倒しただけだったんですけど、誹謗中傷された人の書き込みを消してくださいって言ってるのに、消さずに、そうです、俺は便所の管理人であって落書きしたやつが悪いから俺はその消さないって言って、でもまあ悪いっていう判決降りたんですよ。そうです、だから便所で賠償金払えって言って全部踏み倒したんですよ、ね、でフランスに逃げてるわけですから、でそれが時効でね、はい、はい、まあ、もう時効なんで取り返せないですよね、はいはい、泣き寝入りです、被害者。僕はあのライブドア事件の裁判全部ね、あの僕があの賠償金払えって言われたやつは耳を揃えて返しております。そうですね、ちゃんと国内にいてやってるわけですから、国内にいて真面目に僕は返しております。判決受けたものは全部今返してます。そこは違います。いってらっしゃい。そうしよう。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いっとるしょ。